第84号紹海特務艇は、日本海軍の特務艇、第1号型紹海特務艇の36番艇。太平洋戦争の終戦時に残存し、戦後は所属と艇名を変えながら一貫して、総会に従事した。マル計画の特務艇、第2121 21号艦型の84番艇、仮称艦名、第2204号艦として計画。 1944年11月5日、第84号紹介特務艇と命名されて第1号型紹介特務艇の33番艇に定められ本籍を舞鶴鎮主府と仮定。1945年4月30日、戦隊外正により株式会社ヨナゴゾ造船所から舞鶴海軍交渉へ引き渡し。5月3日、偽装院事務所を マイズル海軍交渉本定内に設置し事務を開始。6月7日竣工し、本籍をマイズル陳述に定められ、マイズル陳述新潟港湾警備隊に編入。終戦時残存。11月30日、海軍省の廃止に伴い除席。1945年12月1日、第二福音省の会長に伴い、マイズル地方福音局所管の総会館に定められ、 同局総会部新潟支部所属と定められる。また、同日から官名を衝突台十四号としている。九百四十六年六月十五日、副委員長の会長に伴い、所属を新潟総会部に改められる。七月二十日、新潟総会部が廃止され、所属を舞鶴総会部に改められる。十二月二十五日、舞鶴総会部が廃止され、所属を 下関総会部に改められる。1948年10月、海上保安庁発の越定式に参加するため、神戸港を出港中の同町総会戦軍。手前から3席は昭徳第84号、昭徳第134号、昭徳第136号。1948年1月1日、副委員長が廃止され、運輸省に移管5月1日、 海上保安庁に編入され、総海線 MS-19 となる。8月20日、鮮明を正徳第84号 MS-19 に定められる。朝鮮戦争の際、本戦は、日本特別総解体、第3総解体に配され、1950年11月18日から、元山沖の総会に10時。11月24日、第2時。 1> 第1総会体に編入され、引き続き12月4日まで、元山沖の総会に従事した。1951年12月1日、鮮明を鶴る MS-19 に改正。1952年8月1日、保安庁警備隊に移管され、第2爆僚幹部横須賀航路警戒隊、第1総会体に編入。1五十三年九月十六日、 横須賀地方総監部横須賀基地警防隊第1総会隊に編入。1954年1月15日、大港地方総監部函館基地隊第2総会隊に編入。1954年7月1日、保安庁警備隊は海上自衛隊に改組総会艇となる大港地方総監部函館基地隊第2総会隊に編入。 1957年9月1日、定番号を MSI-685 に改正。1958年9月9日、舞鶴地方総幹部舞鶴基地警防隊第1総会隊に編入。1962年3月31日、支援船に編入され、船名を総改造船24号やむ -24 に改正。 1963年1月1日、選手故障を総海戦に改正。同年3月31日、海上自衛隊から除籍された。AB 世界の艦船、海上自衛隊全艦停止、P42 による。世界の艦船、日本海軍護衛艦停止、P113 では、昭和27年8月1日、保安庁警備隊に、遺憾、総海艇に、 分類としている。本来の定名表記は、第84交紹介特務亭本亭が特務亭類別等級別表に、搭載された1944年11月5日、時点で、第27号紹介特務亭第33号紹介特務亭第34号紹介特務亭が、同票未搭載のため、1944年11月5日、時点で、 法令上は33番手。これら3席を含めると通算で36番手となる。ありがとうございます。